かし困ったものですね。人間の介入がこれほどまでに事態を大きくしてしまうとは。確かに。このままでは計画に支障をきたしてしまうかもしれません。そうですね。どうしました？他に気になることでも？今回のこと、どうしても人間だけの仕業とは思えないのです。誰かが裏で糸を引いているに違いありません。おや？心当たりがありそうですね。ええ、まだ確信はありませんが。うん。調べてみますか。しかし、これ以上無理を重ねればあなたは。今更惜しむほどの身ではありませんよ。それに彼らの試練に比べれば。第13話ウォーオブザ魔界後編。くそ、うっとうしいハエどもだな。あの人たちは魔界を手に入れてどうするつもりなんでしょう。さあね、人間の考えることはよくわかんないから。おーい、どうだゴードン。もちろんバッチリだ。サーズデイのナビゲーションシステムを使って移動できるポイントにガルガンチュアを追加設定しておいたよ。うん、ご苦労。これで奴らの母艦に直接乗り込めるというわけか。それにしてもよくあんたに設定できたわね。見るからに不器用そうなのに。ああ、どうやらジェニファーがあらかじめ設定していたらしいんだ。ジェニファーさんが？じゃあこうなることを以前から予想していたんですか？そういうことになるな。だが彼女は養父であるカーターを最後まで信じたかったのだろう。だから私にも何も言わなかったのだ。お前たち、いつまでこんなところでのんびりしているつもりだ。いつまでも人間どもに好き勝手やらせておくわけにはいかん。行くぞ。俺様に喧嘩を売ったらどうなるか、地球のアホどもに思い知らせてやるのだ。ええ、なんとしてでも彼らを止めないと。うん、私の地球勇者魂も熱く燃えてきたぞ。必ずジェニファーを救い出してみせる。面白くなってきた。
愚かで脆弱な人間どもめ、その身をもって魔王の恐ろしさを知るがいい。カーター総司令、悪魔が攻撃してきました。うろたえるな、こっちは200万の宇宙大艦隊だぞ。しかし我が艦の護衛艦隊が次々と撃破されております。なんだと、敵の戦力は。それがたった一人です。第126艦隊全滅、総員退避しました。第412艦隊機関オリンポス撃沈、ジャクソン中将以下全員逃走しました。第782艦隊戦闘不能、続いて第15艦隊、第981艦隊から緊急応援要請が入っております。これは悪夢か。たった一匹の悪魔に我が宇宙大艦隊が翻弄されているだと。ふざけおって。奴らにこれほどの戦闘能力があるとは聞いてなかったぞ。邪魔なハエどもはあらかた片付いたようだな。手応えのない連中だ。ちゃんと手加減して人間たちが逃げられるようにしてやるなんて、殿下も芸が細かいですね。ふふん、愛ですね。はい。アホか。魔界を人間どもの死体で汚すのが嫌だっただけだ。俺様はな、ピロピロピロ、エネルギー反応です。膨大な熱量を感知。危ない、気をつけろ。何あれ、ひょっとして秘密兵器ってやつですか。バカ者、胸をときめかせている場合ではない。あの砲台は地球防衛軍宇宙大艦隊が誇るアストロ粒子砲だ。天使だろうが悪魔だろうが、まともに食らったらただでは済まんぞ。ふん、面白いではないか。ダメですよ、せっかくゴードンさんが教えてくれたんですから、砲台は無視しましょう。残念ですけど。そんなのつまんない。いいか、みんな、入り口を見つけて艦内に侵入するのだ。待ってろよジェニファー、必ず助けに行くからな。どんな困難が待ち受けていようとも、この地球勇者キャプテンゴードン、鋼鉄の意志で戦い抜くぞ。